はい、皆さん、こんにちは。ディアブロファンです。今回はですね、火の鳥、必勝セットが強化が入ったというところで、研究結果としてお伝えしておきます。それプラス、ちょっとね、前回のその説明の動画で、いくつか不死鳥について認識が誤ってる部分があったので、まあ、なんかそこら辺も修正を込みでっていうところで放送させて、動画にさせていただきます。まあ、まずね、何が変わったのかっていうと、6セットの効果の、火力は単純に4000%、2000%、今回というか2000%で来る予定だったのが、まあ5000%になったよっていうところで火力が上がりました。で、前の動画だとちょっとここら辺の効果は、ごめんなさい、私がすごく勘違いしていて、チャネリングスキル以外をスタックさせるとダメージがどんどん2000、4000、6000、8000みたいな感じで説明したんですけれども、そういう効果ではなかったです。というか、イグナイトですね。ディスインティグネイトで、2セットのディスインティグネイトで攻撃して延長状態にいる敵に対してダメージが5000%になるよっていうところで、これは基本的に不動です。不動っていうか、もう5000%で変わらない。で、このね、後の方で、このヒッティング、Ignited enemy with hand で non-challenging skill Ignited damage multiple by conversion stack っていうのが、まあ、炎上状態が、複数、炎のね、チャネリングスキル、ファイヤースキル以外で当てると、この炎上状態が何度、複合してスタックするよっていうところなんですけども、ここの、炎上のダメージが、まあ、実はこっちのダメージが適用されるっていうところでした。私ね、てっきりここの部分が増えるのかなと思ってたんですけれども、まあ、それが一つ、訂正というところで、すみません、させていただければと思います。まあ、とにもかくにも、今回のこのファイヤーバードの強化、5000%になったおかげで、前回の放送です。前回の動画ですと、およそ GR140 ぐらいになるんじゃないのかなっていう計算だったんですけれども、これ5000%になって、145ぐらいにはなるんじゃないのかなっていうふうに、私は感じました。まあ、結構いい具合の強さになったというふうに思います。というのが、まあ、今回ね、新パッチ配布前のギリギリの、修正というところでした。今日はね、3月の27日なんですけれども、動画を撮ってる時点では3月の27日なんですけれども、シーズン22は、3月の29の月曜日に終了して、で、3月のね、31日に新パッチの配布予定です。で、新シーズン、シーズン23は4月の3日改めてなんですけれども、3月の30日に配信される、チャレンジリフトに関しては、シーズン23スタートダッシュをしたいという方は、クリアせずにね、キープしておくといいのかなと思います。というところで、今回は火の鳥セット、この6セットの強化が、今、2000%から5000%になったよっていうところと、すいません、ちょっと少し、そもそも6セットの効果のね、前回の動画では、認識が間違ってたというところで、今回修正させて、訂正させていただきます。というところで、また次回の放送でお会いいたしましょう。バイバーイ。